オランダのウェストラント市から高知県を訪れているのは、園芸農業を学ぶレンティス校の16歳から21歳までの学生たち6人です。今日県庁を訪れた一行は、出迎えた松村昭光農業振興部長などに、高知で学びたいことや将来の目標について抱負を語りました。この農業交流は県とウェストラント市が2009年に結んだ友好園芸農業協定をもとに2012年から続いているもので、学生たちの訪問は今回で8回目です。学生たちは高知農業大学校での寮生活やホームステイなどで高知の学生と交流を深めるほか、今月29日までの日程で県の農業技術センターや先進的なキュウリ収出荷施設を見学する予定です。